はい、骨炎症して足腐られて切ることになった人に思うことありますか。これちょっと配信の最初に言っとったんですけど、またちょっと言っときますね。まず、まあ、その方、私の発言で骨炎症しようって思ったわけじゃないですよね。その方多分私の発言より前に手術受けてはったと思うんですよ。まあ、そもそもその私の発言がみんながこの擁護してて、いや本当に骨炎症するべきだ、わーパチパチみたいな社会現象となり骨炎症する人が出たっていう、これで私が責任取るっていうのはまあわかるんですよ。まあまあわからんけどわかるんですよ。けどそのね、私の骨炎症どうたるっていうの叩かれて、みんな骨炎症するべきではない、身長小さくても人権はある、チビでも大丈夫、生きてていいよっていう風潮の中、いや骨炎症するってなった人いるとするじゃないですか。それが成功したら背高いまま生きていくわけじゃないですか。で失敗して私にいやどうしてくれるんだみたいなのは、まあ意味がわからんすぎるじゃないですか。だからどう思いますかって言われても、え、知らんやつが勝手にしたことなんてほんまにどうでもいいんで、その話題に出さないでほしいんですよね。お前が勝手に整形して失敗したのは本当にどうでもいいです。でそれでいやお前の発言でって、まあ、その人多分言ってないでしょ。周りがなんか私の発言のせいにしようとしてるだけなんで、それだけですね。もうクソほどどうでもいいんで、だから何です。施術前にそのリスクを本人が知らないわけもなく、お医者さんから説明もされるでしょう。でこういうリスクがありますよっていうのも調べたらすぐ出てくることですね。それを適当に、まあ適当にじゃないと思うけど、そこまで考えてやって失敗したんだったらもう本望やろ。それを人のせいにするもあかんやん。だったらもう最初からやらんかったらいいだけ。はい、おいで。